ありがとうございました。わかるかな？伝わる？これ今マスカラとか何もしてない状態なんですけど、あげてもらったの。めっちゃいいぐらい。感じです。てくらいから、まあ、うん、見へん、うん、したんやけど、って運転に集中して。うちら何年の仲やったっけ？のは出会ったのはでもさ、幼稚園って何歳や？だってさ、小学校が6歳やろ、4歳ぐらいで会ってるんじゃん。うん、ってことはもう20年やで。やばいって、青春しちゃったやん、うちらの中。ほんまや、一人の子が成人してまう年齢やな。ほんますごいわ。でもほんま長すぎるな。そうやねん、 なんか知らんけどさ、でもあっこは転校生なわけやん。一回幼稚園で離れてるし。そうやな、一瞬遠距離して。そうなのに、なんか一回なんかな、うちらのママ同士が、うん、ママ同士仲良かったからじゃん。そう、なんかアイネちゃんとご飯行くけどで、あのデスのプリクラやろ。全額し。でもあれ、のちがさ、提案したポーズやからさ、そのままでさ。ちょうね、あの顔見といてほしかってんが、もう。表情した顔って全部持ってかれたよ。言われるがままポーズしたら怒られる。ほんまに。ありがとうございます。到着です。到着です。あ、アイス。カピコ半分知る？ずっと飲んでたの。でも違う。これが一番美味しいです。そうなの？おすすめです。やって。まあでも絶対に。朝日。誰もが知ってる。うん、確かに有名やと思う、それは。有名するものって温まるじゃん。うん。確かに。この飲みも。でもさ、アイスも買ったらさ、両方急いで食べなあかんくなるやん。確かに。候補からなくなった。うそやろ。デザート見るわ、じゃあ。スノープタンとガトーショコラ。本当に。朝げ。とスモークタンだよね、安定に。はい。マジ最高。はい、食べます。シャス。横にやるの？スライド。あ、できんの？美味しそう。なんか、いっぱい。
チャリナちゃんです。チャラいやつトラで慣れてないもんね。おいしいかわいい。お前やばいか。美味しいわこれ。もう一個いけてるけど2個取ってるから。うん、向こうで出会ったこっちじゃなくてさ、うん、向こうにもともと住んでる人とかにも出会ったし、やっぱみんな旅人みたいな感じで、いろんな。いろんなことから来た人って、関西人とも結構仲良くなるんですけど、うん、シャリのみたいな感じやんな、言うたら。そうそうそう、これの前はどこどこにいたよみたいな。あ、なるほどな。いや、めっちゃ綺麗。シェアハウスそれ、うん、2人ここで1人、うん、え、これで1人、そう、もう1個で1人、外最高やん。めっちゃ最高やん。でみんな仲良くなったんかも。そうそうそう、めっちゃ楽しいやろな、それは。座るっていう痛そうのね。じゃあ開けていい？いいよ。いいらしい。あんまりあの使ったことないけど、あ、ちょうど髪の毛やったのか、うん、ちょっとケアします。ケアしてください。ありがとう。サリナちゃんからのお土産ありがとう。どういたしまして。これ落としそうで怖い。全然できてないもん。ミルク入れようかな。あれどこかな。砂糖は入れる。あったかい。あったかいわ。どこからめくるの？見せたい順番でしてるけど。バイバイ。ありがとう。友達の家に着きました。今日はここお友達の家の子がミーっていうねんけど、ミーとあとのちも泊まりに来るから、帰ってくるのが多分9時とか、その帰ってくるまでに私が晩ご飯の準備をして帰りを待つという感じで行かせていただいております。今からお買い物へレッツゴー。おかえり。ただいま。ありがとう。ただいま。どうも、みさきです。よろしくお願いします。近いって。近い？うん、めっちゃ近い。ただいま、めっちゃいい匂いする。ありがとう。うん、こちらありがとう。疲れ。あ、なんか近いって、もう離れて。ありがとう。いいよ、もう。ただいま。いいね。はい。え、結構入れた。大丈夫？じゃがーりごおお。シャーポピュー。
も思うけど、それどっから声出てるの。キラパンピア、カノン、カノンってほんまにめっちゃいい友達もだって思う。ミーは？ミーはカノンのこと好き？好きやー。